はい、こんにちは、116インズです。さあ、カレンダーも6月になりまして、夏が近づいてきました。夏と聞いて皆さん何を思い浮かべるでしょうか。そうです、トレードデッドラインですよね。今年は現地8月2日がトレードデッドラインとなっていまして、実はもう2ヶ月切っているような状況なんですよね。コンテンダーのチームが補強すべきポイントを見定め、ここでうまく補強できたチームが後半戦、ひいてはプレイオフで勝ち抜くなんてことも珍しくはなく、昨年世界一となったブレイブスはまさにこのトレードデッドラインでの補強が効きました。今回はそんなトレードデッドラインで現時点で移籍の可能性が高そうで、かつ移籍先のチームにインパクトを与えそうな選手たち7人の現状を簡単に見ていければなと思っています。それでは早速7人の選手見ていきましょう。はい、まず1人目はアセチックスのフランキー・モンタス。アセチックスはオフに主力選手をかなり放出したものの、モンタスに関しては希望の条件に見合うオファーがなかったのか残留していましたが、ここまで12先発で防御率 3.06、 FIP も 3.12 と相変わらずエース格のピッチングを見せています。イニング数以上の奪三振が望める支配力に加えて、昨年の時点でもだいぶ良くなっていましたが、四死球のペースも今のところキャリアで最も少なく、コンテンダーのチームが先発ローテーションに置きたい選手の条件をおそらく全て満たしているピッチャーなのかなと思いますね。ここまでリーグトップとなる70回3分の2を投げ、イニングをしっかり超える点も好材料。またモンタスは FA 権取得が最速で来季終了後であることから、もう1年保有できる点もまた魅力であり、単なる半年間のレンタルで終わらないというところも含めて、この夏のトレード史上最注目選手といっても過言ではないのかなと。もっとも来季も保有できる以上、アセチックスの要求はおそらく相当高く、トッププロスペクト2人程度含んだパッケージを用意する必要があるでしょうが、モンタス獲得のために動く球団は出てくることでしょう。続いて2人目はレッズのルイス・カスティーヨ。カスティーヨはここのところトレードの噂が絶えない右腕ですが、レッズが今季3勝22敗のスタートを切った時点で、夏までにカスティーヨを放出し再建に舵を切るのは規定路線になったのかなと。右肩を痛めて開幕を IL で迎えたことから、今季まだ6先発しかしていないカスティーヨですが、防御率は 3.55 とまずまず。ローテーションでも2番手3番手クラスの活躍には十分期待できそうな一方で、例年と比べて打球関連の指標が悪化傾向にある点は懸念材料。他の球種は悪くないんですが、決め球のチェンジアップがまだ今季はそこまで良くないようですね。まあこれは単にまだ6先発でサンプルが少ない影響なのかもしれませんが、この傾向が続くようだと少し心配かも。先ほどのモンタスと同様、カスティーヨも来季まで保有できることから、おそらく彼についてもレッズの要求は高くなることが見込まれ、モンタスを逃したチームを中心に争奪戦となるかもしれません。3人目はレンジャーズのマーティン・ペレス。レンジャーズは現在勝率5割近辺で推移しているので、ペレスを放出するかは何とも言えないところでありますが、もう少し負けが込むようであれば放出も検討するでしょう。昨年はレッドソックスで防御率 4.74 と平凡な成績に終わり、今季1年契約で4年ぶりにレンジャーズ復帰を果たしたペレスですが、ここまで11先発で防御率 1.56、 ウィンザーオリプレイスメントは MLB 全投手中トップの 2.9。 昨年レンジャーズではカイル・ギブソンが前半戦予想以上の好投を見せ、オールスターに選出されましたが、今年はペレスがそれに続きそう。非常に今季はゴロを打たせるのがうまく、そのおかげか長打によるダメージを抑制できているのが好成績につながっているんでしょうね。69回3分の1を投げて打たれたホームランはわずかに1本です。今季はどちらかといえば打たせて取る感じのピッチングなので、運の要素を力でねじ伏せられる支配力が物を言うプレーオフ向きかはちょっと微妙な気もしますが、内野守備が良くかつ計算できる先発を欲しているチームならフィットしそうですかね。4人目はカブスのデイビッド・ロバートソン。メジャーでのキャリアが閉ざされつつあったところ、昨年の東京オリンピックで立て直し、37歳の今季はカブスのクローザーとして活躍していますね。19試合の登板で防御率 1.66、 防御率 FIP ともに MLB のリーフピッチャーの中ではトップ20に入る水準で、試合終盤の安定感を求めるチームを中心に興味を集めそう。プレーオフでの登板経験が豊富な点もコンテンダーのチームにとっては魅力的かもしれませんね。この夏はクローザークラスのリーフピッチャーがどこまで市場に出てくるか不透明で、ロバートソン以外ではロイヤルズのスコット・バーローやパイレーツのデビッド・ベドナーあたりもしばしばトレード候補として名前は挙がりますが、どちらも複数年保有できることから対価はなかなかのものになると予想され、それと比べればベテランのロバートソンはまだ休みに獲得できそう。今季とりあえずブルペンを固めておきたいチームにはうってつけの存在かもしれません。さて、ここからは野手ですが、これまたカブスのウィルソン・コントレラスはかなり注目を集めそうですね。今季が FA 前最後の年のキャッチャーですが、打率2割7分6厘、OPS9割16厘と打者としても優秀。
ここまでの WRC プラス158は今季100打席以上に立った MLB の全キャッチャー中トップの成績です。強打のキャッチャーを必要としていないチームなんてまあほとんどいませんし、コンテンダーでもキャッチャーのバッティングがちょっとというチームは多いので、カブスは非常に多くのオファーに頭を悩ませることになりそうかなと。キャッチャーの WRC プラスが MLB ワースト、チームでたった28しかないアストロズあたり、コントレラスの獲得は真剣に考えてもいいんじゃないかなと。ただコントレラスは打撃のプラスも大きい反面、守備のマイナスも大きく、フレーミングの評価も MLB では下位、バッティングのためにどの程度守備の悪さを我慢できるかもまたポイントとなってはきそうです。野手2人目はロイヤルズのアンドリュー・ベニテンディ。今季が FA 前最後の年で、ロイヤルズが AL 中地区最下位を独走しつつあるため、あまり目立ってはいませんが、実はベニテンディ密かにキャリアイヤーを送っています。打率3割2分1厘はキャリア最高の水準で、 MLB 全体で見ても9位の好成績なんですよね。決して強い打球を量産するタイプではありませんが、コンタクト能力に優れ三振も少ないことから、今季のように長打が例年よりも出にくい環境下では打線に一人は置きたい存在ではありますし、また打力が求められるポジションではありますが、レフト守備も昨年ゴールドグラブ賞に輝く程度には優秀なので、攻守に貢献が見込める選手です。ブルージェイズあたり左の外野手が今欠けている印象で、しかもちょうどレフトで今のベニテンディと同じような役割に期待して獲得したライメル・タピアがまだ本調子とは言えない感じなので、結構フィットするんじゃないのかなと思っています。はい、そして最後はナショナルズのジョシュ・ベル。こちらも FA 前最後の年で、ナショナルズのチーム状況からしてベルの放出はオファーさえあればまあ実現することでしょう。短縮シーズンの2020年に大きく成績を落としたベルも、ナショナルズに移籍してから自慢のバッティングが復活し、今季の打率3割2厘もキャリアハイのペース、三振も大幅に減らしてきています。ただ不思議なのは打率が伸びた一方で、 MLB トップクラスだった打球初速が落ち込み、長打力までダウンしてしまった点で、まだホームラン5本しか放っていないあたりからもパワーダウンは顕著ですね。なんかバッターとしてのタイプまでもすっかり変わってしまった印象ですが、先ほどのベニテンディとは違い、ベルはファーストなのでよりパワーを求められるポジションなのに、これなのがコンテンダーのチームにどう移るか。ダルベックの調子が全く上がらないレッドソックスが昨年のシュワーバーのようにベルを獲得する展開はありそうですかね。ということで、このあたりが注目選手かと思われますが、もちろんまだトレードデッドラインまで2ヶ月ほど時間がありますので、この後の展開次第では売り手に回るチームがさらに増えて、注目選手が増えることもあり得るでしょう。夏が近づくにつれてトレードの話題も増え始めて、毎朝 MLB トレードルーマーズの記事を見ながら一喜一憂するのがまた楽しい時期でありますが、今季はどんな選手が移籍するのか、また皆さんの応援しているチームにこの選手ぜひ獲得してほしいなどなどあれば、ぜひコメント欄でも教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。